皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。今回はですね、少し雑談形式で、ダラダラとお話をしている形になると思うんですけど、人生で、成功っていう言葉を使うとちょっとまたふわふわって本になっちゃうんですけど、とりあえずですね、人生の中で、他の人より頭一つ飛び抜けるためにはどうしたらいいんですかっていう話を、してみたいと思います。この話をね、もともとなんで撮ろうかと思ったかっていうと、この動画を撮る数日前に僕がね、ツイッターでリツイートしたツイートがありまして、ドドタウンのね、前澤さんの、ツイートなんですけれども、成功するためのコツっていうふうに書いてあって、さすがだなと思ったんですけどね。要は自分がね、大好きで興味のある分野を選ぶ。ね、そこでまだ誰もやってない領域とかやり方を見つける。で、それを人の1000倍、1万倍やると。ね、10倍、100倍じゃダメだよっていうふうに書いてありました。で、おそらくね、前澤さんがおっしゃるその成功っていうのは、多分すごい大きな意味の成功だと思うんですけど、ひとまずね、僕のその語れる範囲、つまり社会において、頭一つとか二つぐらい飛び抜けるために、どういう考え方で、生きていけばいいのかなってことを僕なりに、その前澤さんのお話からそのヒントをいただいて、もう一度ちょっと考えてみて、自分なりにちょっと語れるかなって思った部分もあったので動画にさせていただきます。はい。で、まずですね、誰もやってない領域とかやり方っていうのも探すの結構難しいんですよね。で、どういうことかっていうと、やっぱり自分が大好きな分野とか、自分がこう得意だなって思える分野をまず探すのすらまず、普通の人間って難しいんですよ。だから教わったことをね、100倍、200倍やろうが、ダメなんだってことを多分言いたいんだと思うんだけれども、あえてね、そこに僕はこう、反対意見ではないんだけれども、前澤さんのレベルからするとね、そっちと違うのかもしれないけれども、仮にね、習ったこととか、教わったこととか、そのあくまで、多少の応用の範囲であったとしても、他の人のね、100倍でもやれば、十分ね、その自分の強みになるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、これちょっとね、僕の昔話を、二つさせていただきたいんですけれども、一つはね、僕がこう、受験生を終えて、大学生になった時に、その予備校のチューターとかで、働いていたんですけれども、その時にね、生徒さんから、いろいろ質問をいただくんですね。で、例えば今こういう参考書を使って勉強してるんですけど、どういうふうにやればいいですかみたいな。で、僕なりに、この参考書だったらこういうふうにやるといいよとか、この参考書だとちょっとこうだから、こっちの参考書を使ったらどうかなとか、いろいろね、そういったお話をさせていただきました。で、なんでね、僕がそれができたかっていうと、理由が2つあるんです。で、1つは、僕ですね、大学受験が終わっても、大学受験のことが好きすぎて、予備校で働くっていうのもね、そもそもそういう、大学受験っていうものが好きだから働いていたって部分もあると思うんですけど、その試験というか、その種目、そもそも勉強して点数上げて、クリアするっていう、ロープレじゃないけど、そういうゲーム感覚的なところも結構好きで、大学受験が終わってもね、参考書とか結構読んでたんですよ。で、読んでるって言っても、さすがにもう自分で暗記したりとか、解いたりってことはあまりしてなくて、その勉強法とかで、もしくは自分が現役生の時使ってなかったけど、あの参考書って中身どうなってるんだろうなとか、すごく気になったものがあって、そういったものをね、あまり褒められてるじゃないけれども、ちょっと大学1年生の頃の本当4月とかだとあまりお金がなかったんで、立ち読みとかね、させていただいたりとか、あとは当然買って読んだりとか、してました。で、今でもね、そういうのが好きで、参考書をね、月に何冊か買って、情報アップデートしたりとかしてるんですけど、どうしても今はね、やっぱり教える科目のものがやっぱり多くなるんで、あまりこうサブ科目のものとか、自分がその直接教えられない科目の参考書を漁りまくるってことはやめちゃったんですけど、それでも英語とかね、現代文とか、そういったものは数学とかね、そういったものは今でも拝見してます。で、それはそれでいいんだけども、例えばね、その受験時代に、受験勉強をする、で、多分僕は、他の動画でも言ったんですけど、必ずしも効率がいい制度ではなかったので、人のね、よりね、1点何倍かは勉強したと思います。本当に毎日10時間ぐらい、高校3年生の頃はやってましたし、夏休みなんかは15時間とか、本当に、勉強していたので、その割にね、実際に、なんていうかな、東大の入試で取れた点数は、合格最低点プラス2点なので、そこまでね、効率がいい学生ではないんですよ。なんだけれども、好きだったんでね、自分はね。なので、その教わったことっていうのをもうずっとやっていたし、あとは、その大学生になってからもその参考書を読み続ける。だから、ある種、その同じ東大生とか、受験である程度成功した人の中でも、多分ね、僕と同じ学年で、僕よりね、参考書のこと詳しい人っていうのは、あまりいなかったと思います。もちろん探せばね、いらっしゃるんでしょうけれども、少なくとも僕が出会った、なんていうか、クラスとかね、サークルとかでは言いませんでした。だから多分、その東大生の中でも、何十
10人かに1人ぐらいの詳しさだったとは思います。はい、まあ、なんでそういう、こう教わったことをやっぱりこう自分の中でこう追求していくだけでもやっぱりそれ強みになったし、だから実際こう塾の生徒さんとかに質問を受けても、え、なんで小林先生ってこの参考書やってないのに詳しいんですか、あ、それ読んだからねみたいな、でそういう話がまあ成立するわけです。なのでまあ今ね、その皆さんが別に受験の参考書をね、読んで、大学生になっても読み続けて、僕と同じ仕事をしろとかは全く思わないけれども、けど、自分がね、仮にこう、何か新しいものを見つけられたりとか、まあ、なんていうかな、こう、誰もやってないことっていうのをまあ見つけよう。それはもちろん素晴らしいことなんだけども、そうじゃなかったとしても、とりあえず今自分が目の前にやって興味があることっていうのを徹底して、その誰よりも詳しくなってやるぐらいの気持ちで、まあ、考えたりとか調べたりしていくだけでも、まあ、十分強みになるんじゃないかなっていうのはあります。で、今ね、あえてまあちょっと考えたりとか調べたりってこう2つね、こう動詞を並べたんですけれども、まあそれにはね、こういくつか理由があって、まあ僕のね、昔話の2つ目にちょっと入っていくんですけれども、今ね、僕がずっと話したのは、調べることとか自分で知識を得ることなんですよ。だから考えるっていう行為に関しては、ちょっと話が除外されちゃいますよね。で、それに関して今度話をしたいと思います。で、塾のね、チューターをやってた時に、やっぱりこう生徒のことを僕すごい考えてました。で、それは単純に、なんかこう、いい人ぶりたいとか、そういうことではなくて、なんか本当にね、こう、数字を出せたら、こう、楽しいし、自分も嬉しいし、本人のためにもなるだろうなっていうふうに思っていたので、例えば次この生徒さんを指導するとしたら、どんな風に教えればいいのかなってことを、いつもいつも考えてました。受験生ではないのにね、受験生というか別に予備校の社員か、予備校の社員でもないのに、ずっと考えてました。で、まあ、幸いにしてね、僕がいたその塾の校舎っていうのは、その生徒が1000人とか何千人もいるような場所ではなかったので、まあ、正直自分がこう見られた子っていうのは、まあ数十人から、まあせいぜい、まあ5、60人ぐらいかな。本当に集中して、見てあげることができた人っていうのは、まあそれぐらいの人数なんですけれども、まあ、それ以外の人にはちょっと申し訳ないなって気持ちもあったんだけども、でも自分が見られる範囲の子っていうのには、まあどういうふうにこう教えてあげればいいのかなっていうのをいつも考えていました。で、僕は本当幸いにして、それで自分でこう知識を得ることもあったし、それで考える時間があった。まあある種その大学の授業とかをかなりおろそかにしてしまっていたので、まあそういうところに時間を使っていて、いつもノートとかね、僕学生時代ルーズリーフ使ってたんですけど、ルーズリーフとかに、じゃあ〇〇くんにはこういうことを話してあげて、で次にこういうことを話して、みたいな。ね、〇〇さんにはこうでこうで、みたいなことをこう書いて、で、自分のこうこっそりで、で、それ見ながら話したら超ダサいじゃないですか。だから移動中とかにちょっと読んで、ああ、頭に入れてね。じゃあちょっと今日はこんな話をしよう、みたいな。で、アルバイトがまさかそんなにね、がっつりね、こう予習っていうかね、考えてね、多分ね、アルバイトしてるなんて多分誰もね、当時思ってなかったと思うんですよ。だからよくね、聞かれました。他のね、そのアルバイトの方に聞かれたのは、なんか小林くんってなんでそんなにこう生徒のこと詳しいのとか、その参考書のこと詳しいのとか、あと大学のこと詳しいのっていうふうに聞かれました。ね、過去問のことかも聞かれるんですよ。で、僕、例えば、早稲田大学の商学部とか、早稲田大学の社会学部って受けてないんですけど、まあ結構たまたま僕がその見てる子たちに受けたい子が多くて、早稲田の社学ってどうなんですかとか、英語どうですかって聞かれるときに、結構スムーズに答えてました。何年前はこういう問題が出て、去年はこういう問題が出たんだけれども、まあ、もしかしたら今後こういうふうになってくるかもしれない。でも来年に関しては多分こういう感じだから、今までの過去問やっておけばいいよみたいな、まあ、話をしてたんですよ。で、なんでそんなに詳しいんですかって保護者の方にも聞かれたことあるんですけど、簡単で、まあ、調べてるからですね。あ、見てるからです。はい。そうやって、まあ、今、インターネットで過去問見られて、まあ、著作権的にどうのこうのってありますけど、まあ、当時はね、僕もあまりそういうこと気にせず見てたんで、まあ、そういうふうに、こう、予備校とかから情報を得て、ね、過去問の答えとかも載ってますから、あ、そういうふうに見て、ああ、こういうふうにやらせてるんだ、みたいなことを結構研究してました。で、社員さんからも聞かれたことがあります。なんで、あなたそんな詳しいのって。そう、当時調べてるからですよね。僕もさっきも言ったけど、天才型じゃないんで、一回見たら全部覚えられるとか、別にそういうわけじゃないんですよ。ただ、生徒のとなんていうか接するのが多分その1日で本当に3時間とか4時間とかね、まあ、アルバイトなんで学生の、まあ、それぐらいの時間で多分人とコミュニケーションを取るんだけれども、その3時間4時間のために多分裏で僕は3時間4時間ぐらいその同じようにその裏で調べたりとかやってたわけですね、家でね、だからそれを別になんか僕は時給もらえない、ね、家で時給もらえないけれども、そのお金がどうこうじゃなくて、いやもうやりたいしこれによって何かできたらめちゃめちゃ面白いじゃんと思ったから、まあ、やってたわけですね、うん、だからそういうことでいいんですよ。もう一個だけちょっと僕の話をすると、同じようにね、最近YouTube をね、この1年ちょっとぐらいやっていまして、まあ、インターンの方と一緒にね、動画を撮らせていただいております。で、インターンの方皆さん、まあ、頑張っていつもね、ネタを考えてきてくれたり、まあ、企画を作ってきてくださったりするんですけれども、
やっぱりその彼らの中で、まあ、一個質問というかね、疑問に思ってる点が、なんでその小林っていうのはその毎日毎日この支援の雑談出せるんだって話だと思います。要はその YouTube の企画っていうのは、あのキャスティス TV においては6時からの動画と9時からの動画っていうのがあって、まあ、僕はね9時からの動画を一人で全部担当しているので、まあ、僕は必ずその365日あったら少なくとも365個ぐらいのネタを用意しなきゃいけないんですよ。でそれをなんでできるんですかっていうふうに聞かれたんですね。でもちろんそれは時間を使ってるからです。はい、でそれはどういうことかというと、単純に他の仕事をやらないで YouTube のことばっかりやってるっていうことではなくて、例えば今これ撮ってるのもそもそも1時半ですしね、あのそうやって夜中の時間とか自分の睡眠時間を削って、撮ってるからです。で撮るだけでは意味ないですよね。だから自分でこう企画を考えたりとか、普段から情報収集したりとか、ネタを考えてます。うん、で別に僕はそのインターンの子たちを全然責める気もなくて、でなんで君らはいっぱい作れないんだとかそういうことを言ったことはないんですけれども、でもやっぱり自分が思うのは、そのどれだけ考えたかっていうのが結局その自分の成果につながってくるんですよ。で僕の YouTube に関しては、もう僕 もうそこまでね、その人の例えば100倍1000倍考えられてるかっていうと多分考えられてないんで、まあキャスティス TV がね、まだチャンネル登録1万人ぐらいのチャンネルなので、まあそこに関してこう僕がね成功者のようにね偉そうに語る気は1ミリもないんですけれども、でもやっぱりこう自分のビジネスでもそうだし、仕事でもそうだし、まあ、さっき言ったアルバイトでもそうなんだけれども、自分がこうやりたいって思ったことに対してやっぱり人より考えるね、普通の人では想像できないぐらい何か裏でやる、考えるっていうのが結局自分の強みにつながってくるんじゃないかなと僕は思います。はい、まあ、ちょっとヒートアップしてしまいましたけれども、本当はもっとなんかダラダラっとゆっくり喋る予定だったんですけど、すごくなんかこう途中から熱くなってきてしまって、まあ、昔話ぐらいから怪しくなってきましたけども、まあそんな感じでございますね。だから、まあ、前田さんがおっしゃるようにね、その確かに新しいことを人の1000倍1万倍やれば確かに成功できるんじゃないかなって思うし、それが自分の興味のあることであれば熱中できるだろうし、モチベーションも保てるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、それって結構そのハードルが高いというか、もちろんできるに越したことはないんだけれども、100人いて100人できることじゃないなと思っていて、でも100人いたら、まあ、95人ぐらいはできる可能性があることっていうのは、仮に人から教わったことでもいいから徹底的に突き詰めるっていう、まあ、努力するってことはできると思うんですよ。うん、だからその辺はね、僕はそのなんか一個成功っていうのは、まあ一個ね、成功っていうのは大成功じゃなくて、その人よりこう頭一つ二つ飛び抜けるっていう意味では、なんかやってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、で特にね、やっぱり若い頃の経験って大事だと思っていて、別に若造はみんな努力しろとか、そういう偉そうなことを言いたいわけではなくて、結構ね、こう学生時代、まあ、さっきも言ったけど、時間の自由が効くんですよね。やっぱり社会人になっちゃうと、やっぱりどうしても1日8時間を働くとかね、その自分の制約ができちゃうんで、もちろんその制約の中で頑張って成功される方もいらっしゃるんで、そこは全然否定しないんだけれども、でもやっぱり大学生の頃とかって時間あるんですよ、意外にね。だからそういった時間を使って自分がやりたいことを突き詰めてみるっていうのは、まあ、すごくね、いいことなんじゃないかなと思うし、仮に直接それが自分の将来の仕事につながらなかったとしても、やっぱりそこで努力できたっていう自信もね、あるし、あとはなんだかんだね、こう、世の中の知識っていうのは僕はね、結びついてる気がします。なんかこう、全然違うところで得たいろんな知識っていうのが、ある一瞬のタイミングでこう、つながったりとかね、こう、結びついたりとか、なんかこう、点と点が線になる。まあ、スティーブ・ジョブズじゃないですけど、まあ、そういうような話っていうのが、まあ、あるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、というわけでね、今日は、まあ、前澤さんのね、話をちょっとネタにさせていただいて、まあ、お話をさせていただきました。まあ、たまにはね、こういうちょっとこう、ふわっとした話もしてみようかなというふうに思いますので、動画をご覧いただければと思います。また次回の支援の雑談ご覧いただければと思います。今日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。